はい、どうも皆さんこんにちは、ミザです。本日はですね、まあ、皆さんツイッター使いますか？まあ、グランブルーファンタジーにも、まあ、かなり強く根ざしておりますね、こちらのツイッターというアプリ。まあ、連携を行ったりとかして、まあいろいろ、例えばだけどやっぱ王道なのは救援だよね。ツイッターへの救援みたいな。自分がこのクエストを出した時に救援出したら、そのツイッターで救援出しておくと、まあ他のさらにそこからね、ツイッターの救援を拾うアプリみたいなのを使って、こうがっつりとこう、なんだろう、救援に入ってきてもらえるよ、たくさんの、普通に救援するよりもたくさんの人に入ってきてもらえるよみたいな、まあ、機能があるこちらの、ツイッターですけれども、まあ、話題になってるんですよ、実は。そうで、話題になってて、じゃあどういう風に話題になってんのかっていうと、あの投げ銭機能っていうのが実装されるみたいなんですね。そうで、投げ銭機能によってどうなるのか、世の中がっていうと、まあやっぱこういいようなツイートをした時に、そのお金がもらえる可能性があると。そう、マネタイズすることができる。自分のツイートにこう実際のリアル価値が生まれるわけですよ。 なんだろうツイッタラーみたいな人たちが、まあ、もしかしたらすごい、そのなんだろう、お金がもらえたりするかもしれないっていう、まあ、夢のあふれるシステムなんですけれども、まあ、今回ですね、俺はふと思った、そう、俺がふと思ったことが ありましてというのも、あのこれってグラブルにも使えるんじゃないかなと。そう、グラブルも、まあ、ツイッターとかなりこう密に、先ほども言ったようにね、救援とか、まあ、かなり密になってるんだけど、編成ですよ。そう、グラブルのマネタイズ案、ミザ、ツイッターの編成が活性化する可能性がある。ドーン、これですね。もう今っていうと、編成さ、こうめちゃくちゃ優秀だなみたいな編成って、なんだろう、ディスコードとかが多分一番多いと思うんだよね。一番多いのディスコードの情報共有だと思うんですよ。段ごとにこうね、個別に、あの人、あの段の研究はすげえな、研究の成果だ、あなたの研究の成果だ、すごいなとか、まあ、前回の水有利古戦場のあれだよね、いぶし巻彦じゃなくて、流吉講習、うん、流吉講習型の編成とかは、まあみんな知らなかったわけですよね。なんだけど、その研究の成果だがぶつかり合って、おおすごいみたいな流れになったわけですが、まあぶっちゃけて言うと、まあそこから2次で情報が出てくるので、ツイッターなわけですよね。うん、それを考えると、グラブルの編成情報を出すと金になるんじゃないかという話ですわ。はい、いやー、これはまあ夢が広がるんじゃない。もうグラブルでいうね、やっぱ二次情報でツイッターだと思うんだよな。そうだから、例えばだけど、まあ今だったらアルバハエヌの高速周回編成って2メートルあるじゃないですか。風属性と、ね、土属性扇軸、風属性の通常軸か土属性扇軸、土属性扇軸がスピードによって変わるよとか、まあ例えばだけど、まあそこからなんかこう他にもいろいろありますよとか、土法典レスラー、ゴリラレスラーとか、まあそういうお話とかってあると思うんだけど、意外とこう調べないとというか、まあ実際にそのアルバハ N の連戦に乗り込んだりしないと、その感覚って分かんないじゃないですか。うん、なんだけど、まあそのあたりってこうツイッターでまとめてるよっていう人がいるわけだよね。そうだから、実際にそれ自分で考えてるかもしれないし、まあ僕みたいにこう、あ、周りで聞かじった話なんですけどみたいな、まあ僕も日記ですよ、 YouTube。 僕結構言われるんだけど、 YouTube って日記みたいな感じで使ってるんだけど、まあそんな感じでこう、あ、そんな俺のね、にわかな、まあ、こんな感じらしいんだよね、あ、そうなんだみたいな感じで知ってる人もいると思うんですが、まあなんだろうね、そういう人たちに金が払えるっていうのは、まあちょっと、まあ、グラブラーは特に関係ないんですけど、まあ面白い情報かなっていうふうに思いましたね。まあツイッターでお金か。ツイッターってね、どうなんでしょうね。まあ僕のめちゃくちゃクソどうでもいい、なんか余談みたいな感じでいくけど、まあツイッターってなんかね、まあ、僕ちょっとこうフォロワーとかそこそこ増えてきたじゃないですか。となるとね、ツイートする内容もね、どうしよっかなみたいな変なツイートできねえなみたいな感じになんか思うことが結構ありますね。そう、まあだから金が発生すると、そこにまた責任が生まれるから、まあ俺は正直ちょっとツイッター、まあツイッターで金稼ぎみたいなのは全然あれだけど、やるやつなんてもうすでになんかサロンとかなんかやってそうな気しますけどね、ツイッターって。
ツイッターはなんかサブ収入というか、なんかサロンやってる人でも、ひろゆきとかにお金飛んでくんかな。うおー、ひろゆきがレスバトルを始めたぞ、戦え金だ、ピン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 、チャリン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 、うおー、ひろゆきはレスバに勝ったぞ、うおー、おめでとうひろゆき、ファイトマネーだぜ、チャリン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 、みたいになんのかな。グラブルもなんかそんなになんのかな。グラブルもファイトし始めたら怖いっすね怖いっすね。はい、まあ、ふと怖いなと思った話ですが、まあ、まったりつぶやけるアプリツイッターにね、お金がもらえるという話ですが、まあ、グラブルは、まあ、結構編成とかをね、こうツイッターで出したりとか、うん、情報とかねツイッターで出してる方が多いの印象なので、まあ、そのあたり考えるともしかしたら投げ銭とかもらえるかもね、みてえな、まあ、そんな雑談でした。はい、ということで今日の雑談動画でした。またお会いしましょう。さよなら、バイバイ。ちょっとツイッターのために俺もいっぱいグラブルやって編成出そうかな。うん、まあまあ、タイはないタイはないけどね。ちょっとツイッターにみんなに啓蒙、 YouTube 上げてるし YouTube 上げてるしね。僕もやっぱ情報、その延長線、あくまで、うん、あくまでその延長線上で、別に僕ももっとグラブル頑張ろうかな。でも、いやー、でも、もうちょっと汚く思われるの嫌やわ。ちょっとやめて、そういうの。本当に汚く思われるの嫌だな、汚く思われたくないな。でもそういうの、あー、でも、いや、もうしゃあないな。グラブルの未来を憂いてる俺、グラブルの未来を憂いてるから、みんな、そんな、みんながね、強くなってほしいなって思って、もうちょっと頑張ろうかな、グラブル、もっともっと。みんなのためにな。